うちの社長も80なの。 80? 僕も80まで現役でやれる自信ないですもしくはそろそろ俺に会社よこせとか言ってくるの待ってる。いや、めっちゃ言ってるんですけどね言ってた。後継ぎ座談会ということで第2回始まりました。このコード中の人パクチー永瀬と、はい、クレアセイキの栗原でございます。はい、お二人でを根掘り葉掘り聞きましょう。早速ではどうぞ改めて自己紹介の方を。株式会社しまわの島口、父が先代が1代目なので、2代目の後継ぎになります。ワーク部品だとか、まあ、金属加工専門の商社として仕事してます。よろしくお願いします。久しぶりの後継ぎ座談会ということで、まあ、あのちょっとざっくばらんにね、あの事業継承とかそういった話をしようというコーナーでございますので、乾杯の方を。はい、じゃあ乾杯。はい、乾杯。お願いします。お願いします。小林さんからいろいろと聞きたいことがあったりする。そうですね、島口さんとはね、ギフトショーのね、一緒に出ている町工場プロダクトの仲間としてもう何年経ちますよね。そうですね、ちょうど2年ですかね。2年前の10月のギフトショー第1回のマジックプロさんが出られたのを見て、その年の12月ですね、にこちらにお邪魔してお話しさせていただいたところからが始まりですね。まだ自社製品プランさえないぐらいの時に、うん、まあ、うちに触発されてきていて、どんなもの作ったらいいでしょうみたいなとこから始まったんですよ。じゃあ、マチコーバープロダクツを展示会とかで見て、はい、あ、なんかもう面白そうやりたい。あ、でもその時にはまだ実写商品も何もなかった。もう何もプランすらないですし、ゼロの状態からだったね。それぐらいね、アクティブに物事にすごいチャレンジャーなんですよ。で、マチコーバープロダクツの中でもね、非常に活躍してくれて、これからいろんなことを考えていく、どうなのかなっていうことなので、はい、で話を聞くなると、いい人材じゃないかなと。ね、あと次、話を、ね、話させていきましょう。最初に自分のところの話をするのなんですけど、息子にね、今年社長を継いでもらうことがあって、そういう段階に来ていて、実務的なところが、引き続きもらって、もう本当に手続きをして皆さんにお披露目してっていう段階に来てるんですけど、島口さんのところは今どれぐらいな感じで進んでるんですか？会社に入って、12年目なんですけれども、具体的にいつ変わろうかっていうところまでまだ行ってなくてですね、昨年から少しずつ株を動かし出したよ、そういう話すらずっとなかったので、で税理士さんを一昨年変えてそういう話を進めていきたいよねっていうところからやっと少しずつ動かし出してはいるんですけど、僕としては少しずつアクションを取ってるんですけど、社長からするとタイミングがどこかっていうのは決まってないので、そうデフレクリア発生感はなぜこの早い段階でこう決めていったのかっていうのはすごく興味があります。早くした方がいいだろうっていう気持ちにやっぱり変わっていきましたね。まだ入社して3年、実務的なことがやっぱり彼ら中心人物の会社の中でも、はいはい、だってはもうすでにリーダーはい、書かれる立場になっているので、もう彼を社長として名実ともにトップにした方が会社にとってはいいだろうというふうに思っていましたね。実務をやっていく上でもうここまで進んだんならもう引き継いじゃえばいいじゃんぐらいの位置まで来てる。逆に手続き上のことは、まあ、まだ少し遅れていて、しばらくは会社の代表2人っていうのをね、こ、はい、のスタイルで行こうかなと思って、うちも実務的なことを新しい取り組み全て僕がやっているので、普通やってることは同じなんですけど、社長から僕を見る目線が多分息子なんです。で現社長がいつまでにっていうのを明確に持ってるかどうかあると思うんですよ、はい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 、でそれを後継ぎ後継がせのこの2人の間でいつどのように共有するかっていうタイミングの話なんで、実は結構考えてたけどないやでもね、それは思ってないわけはないと。だっていくら頑張ろうったってやって、やっぱり年齢っていうのは、はいはいはい、必ずついてもらう。もううちの社長も今年80になるまでにタイミングを持ってきてないので、まあ、考えはあるんでしょうけども、ここっていうのはないんじゃないかなと僕は思って。逆に元気なんだね。とても80まで現役でやれる自信ないですもしくはそろそろ俺に会社よこせとか言ってくるの待ってる。いや、めっちゃ言ってるんですけどね言ってた言ってるんですけどね、逆になんでそんなに急ぐんだ。お父さんの中できっとの中にはある程度あるのかな、じゃあ早くしてよっていうんじゃなくて、少しこう遠回りしながら、いつなんだいみたいな。お父さんの気持ちとしては分かってても言われたくない部分はあるかもしれない、うん、多分あるのかなって。感情的にならないようにしないといけないなと思って、うん、
ていて、まあ、5年ぐらい前からやっぱそういう話は僕からはしてるんですけど、うん、どういう風に伝えていこうか遠回り遠回りしながら今やってはいるんですけど、例えばじゃあ来年しようみたいな1年前ぐらいから多分そういう話ってしていきますよね、うん、こうまあもちろんね1対1よりも2人が間に入っていただいた方が、うん、その心の面で、うん話がしやすいかもしれないですね。直接言われたくない的な。そう、うちの場合だと、まあ、うちの社長が仲いい、まあ、協力工場さんがいて、うん、そこが、代替わりして、うんまあ、その社長と同い年ぐらいの方が会長になってて、息子さんが社長になってるんですけど、うんまあ、そうになった瞬間に親子関係がこう揉めたんですね。社長になったので自分のやりたいようにやれるようになって、うん社内が揉めて、まあ、会長と揉めたの、まあ、そこを見てるからなのかなっていうのもあるんです揉めたくないっていうのはね、ありますねむしろ会社で一緒に仕事する前の方が親子喧嘩は逆にしてたかもしれない、今はあの息子と行う間で揉め事はお互い犯さないようにしてるかもしれないあなるほど無意識の中で色々言いたいこととか不満とかももちろんないわけではないんで、まあ、それは父親と息子の間ではそこはね避けてる気がするね。だからまあどこもそういう感じなんだろうなと思いつつ、じゃあこれどうやって乗り越えていくんでしょうね。ある程度時間かけてじわじわだと思うんだよね。うん、だから一回衝突してしまうと雪解けするまでの時間、うん、やっぱめちゃくちゃかかるじゃないですか。ある程度時間をかけるのはまあ仕方がないかな。これは正木さんは何年で入社でしたっけ。具体的には決めてはいなかった。息子が入社した時点では当然のことのように社長として迎えているし、まあ、入社した日にみんな集めて自分の口から将来金を託すよっていうのはみんな前にもちろん言ったので、はいはい、ただいつかっていうだけの話で、そこが具体的になったところがすごい気になりますね。でもね、最初はもうちょっと長いスパンで考えて逆に10年ぐらいのスパンはもちろん考えられて、で自分も40ちょっとぐらいのところに社長になってるんですよ、はいはいはい、それともに同じぐらいっていう考えもあったんだけど、そういう仕事をやりながら見ていて自分の方が決断しないと決まらないなっていうのがあって、これはあんまり相談なしに自分の中であと1年で、でもそれはもう1年前なんですよ。客観的に見ると、後継がせの立場の、いわゆる現社長さんが、まあ、どのぐらいの、タイミングで継がそうかとか、ついてもらおうかとかっていうのを、明確なビジョンがあると、割とスムーズにいくんですけど、まあ、お話聞いた通り、まあ、なんとなくいつかわからないけど、ただ、ついてもらうことは決定してるんだけど、はいまあ、いつにするかわからない。多分何か引っかかってる部分があると思う。まあ引っかかるのは2つあると思ってるんですけど、1つはやっぱり今やってる仕事取引先との関係性、うん、今の社長と同士の関係性で、まあ、うまくいってるっていうふうになってると、まあ、どっちかがね交代した時に今まで通り仕事をね、うん、やってくれるのかなみたいな心配、はいはいはい、まあそれが1つ。あともう1つはお金の問題、ね、まあ、あくまで一般論ですよ、はい、あくまで一般論ですけどあのいろんな資金をね金融機関から調達して設備投資したり、まあ、いろんなことを使って会社となったということで、海外の場合は代表者の、うんまあ、保証というね、担保をしてあるっていうのがね、まあ、現実なので、はいはいはい、ここが、社長にとっての一つのね、うん、重荷にやっぱどうしてもなっていて、この重荷を果たして息子に負わせるべきかっていうのは葛藤としてあるというね。お金の部分って結構確かに言われる通りですね。口に出しにくいし出しにくい、息子に今うちの会社ね、借り入れがこんだけあって、うん、これ全部俺のハンコをしてあるんだぜっていう話をいつかしなきゃいけなくて、はいはいはい、背負うことになるんだよっていうのもやっぱり言わなきゃいけない、うん、まあそれもあってうちの場合はある一定期間は並行してっていうような期間を設けて、はいはい、でそれはメインの銀行さんの方からしばらくそういう形にいっちゃうどうですか、うんうん、いずれにしても、まあ、本当に実務的に進めるとなったと必ず相談しなきゃいけない相手なので、うん、そうですね、金融機関側も将来変わっていくんですねっていう目線で見ているので、はいはいはい、そういう、こう顔を合わせるタイミングいろいろアドバイスできるっていうのは、うんはいはい、やっぱりどこの後継ぎさんももう大丈夫って社長がせよかって思ってもらえる、あ、まあ、安心してもらえるタイミングってどうやって作っていけばいいのか、あの十人十色じゃないですか。僕が今日思ったらやっぱりここをどうフォローしていくか、それをやるのは僕だ、うん、僕がそれをやっぱりやっていくんだなっていうことに気づかれました。